月9日森鴎外の命日に三鷹市の善林寺で鴎外忌と記念集会が開かれています。今年の記念集会が行われた後、森健二さん、美奈子さん夫妻に秋の森鴎外記念館開館について伺いました。祖父の森鴎外以下がずっと願ってまいりました記念館がようやく実を結ぶことになりますので、そういう意味では父祖の願いが通じたと思いますけれども、まあ、文京区の方々 の、 その変わらないやっぱり熱意ですね、いろいろ困難があったろうと思うんですけれども、ここまでに本当に参りましたのはとても感慨深いことだと思ってます。鴎外文学だけではなくて、その文学を発信し住民の方々を中心にした思いがずっと広がっていく、そういった拠点になればいいと思いますし、またきっとそうなると思っております。私も思いは同じでございます。本当にそのように願っております。森鴎外記念館もうすぐオープンということで、はい、どこよりも早く記念館の中を取材させていただきました。素敵でしたね。建物は完成しているということなので、オープンより一足早く皆さんに館内をご紹介したいと思います。で、私は団子坂上の入り口から中に入ります。たくさんの文人たちがこの藪下通りを通って森鴎外の家に向かったと言われています。そして森鴎外の家館長楼の玄関、こちらに森鴎外記念館の入り口ができました。森鴎外記念館には藪下通り側、館長楼の表門があったところからも入ることができます。入り口横の壁には館長楼の解説と写真、それに藍葉と鴎外で知られる門前に藍葉と立つ鴎外の写真が掲示されています。有名な藍葉と鴎外の写真に写っている石の上を歩いて森鴎外記念館に入ってきます。当時の敷石を踏んで中に入ります。入り口を入ってすぐに繊細で焼け残った大銀杏の木があるんですね。そしてその後ろには三人定規の石や根深川石を見ることができます。庭園には他にサラの木や鴎外が親しんだといわれる草花も植えられているそうです。こちらには有名なサラの木の花碑がありますね。以前は図書館の壁に埋め込まれていた紙碑も健在なんですね。新しい森鴎外記念館の庭園では四季の移り変わりを楽しめます。記念館の入り口に向かって行って綾乃さんと合流しました。そっちの入り口はどうだった？お庭がとっても綺麗ですよ。こっちはね、はい、建物の全体像が見られてとってもおしゃれだったよ。そうですか、うん、じゃあ早速行ってみましょう、はい、さあ入り口を入って右手が受付になっているんですね。そうですね、うん、素敵な感じ。そして鴎外のレリーフです。わあ、すごい、なんか鴎外が出迎えてくれてるみたいですね。そうだね、なんか期待感が高まりますね。そうですね。こうして館内を回り始めました。最初は地下1階の展示室です。この階段天井がすごく高いんですね。ね、私が前回来た時にはもう出来上がってたんだけど、すごく素敵な空間だよね。そうですね、うん、わあ、ここでも森鴎外が迎えてくれます ね共同が迎えてくれてます。そして、はい、こちらが展示室1になってます。確かこちらの展示室1は鴎外の一生がたどれるような展示が常設されるということでした。たくさんありますね。着々と準備が進んでいるようですね。ここに本当たくさんのいろいろな鴎外の作品が展示されることになるんだね。楽しみですね。こちらは鴎外や館長楼に関する映像を上映する映像コーナーです。そして展示室2です。2つの展示室で多彩な展覧会が開かれることでしょうね。さあ
2階の休憩室にやってきました。はい、なんか落ち着く空間ですね。ね、展示を見た後にここで一息つくのもいいよね。いいですね。正面がガラス張りになってるから景色がよく見えて、これもいいですよね。うん、お庭が見えるし、正面に大イチョウの木が見えるのも迫力があっていいね。そうですね。さて、こちらが図書室です。行ってみましょう。休憩室の隣が図書室です。わあ、壁が一面本棚になってるんですね。きっとずらりと並ぶんでしょうね。はい、こちらでは外の著作や研究資料を継続的に集めていくそうです。ここで本を読んだり研究をしたりできるんですね。なんかはかどりそうですよね。ここ私建設中の時に入ったことあるんですよ。その時はまだ何もなかった、ね、そうね、そうなんですよ。あ、こういう風になるんですね。こちらが講座室です。今日は岩佐先生の特別講座があるそうです。はい、こちらではいろいろな講座が行われるんでしょうね。そして椅子を並べて60人ぐらい入るそうですよ。あゆのさん、はい、ここも窓が大きいと思いませんか。はい、こちらの記念館は窓が大きくて明るくて開放的なお部屋が多いですよね。そうですよね。館長楼の2階からは海が見えたそうなんですが、ここも今2階なのでこの高さで海が見えたということですね。今では建物しか見えない館長楼2階です。続いてはギャラリーシビックにやってきました。こちらでは外と文教、人間森林太郎と出会うが開催されています。はい、森外生誕150年記念事業がいろいろ行われている中、こちらは区民の皆さんが開催している企画展です。では早速見てみましょう。この企画展は文の都地域文化インタープリターの皆さんによるものです。展示は時代ごとに分かれているのね。まずは館長楼時代。はい、ここは森外記念館の入り口になっているところですけど、この企画展に入っていく入り口っていう感じがしますよね。あ、そういう意図もあるのかもしれないね。じゃあ入っていこう。はい、本当に館長楼の門前から館長楼時代に入っていくという意図があったようですね。あ、美人だったと評判のしげさんですよ。本当に綺麗ですね。生まれてから順に時代を追うのではなく、文京区とのゆかりが最も深い外の館長楼時代を最初にし、それから生まれ故郷津和野、本郷、ドイツ、最初の千駄木時代、そして小倉時代と年代を追う構成になっています。それぞれの時代を象徴するような花も選んでありました。この企画展では展示の配置に苦労したということです。パネル展示が多くなるので中央が空いてしまう。そこを埋めるために手作りのジオラマや外の好きだったサラの木を秋に合わせて萩やススキをあしらって飾ったそうです。また多くの書籍も収集して展示したということです。来場者の反応もとても良いと話してくれた代表の柳沢進さんは、区民の方みんな入ってきて、我々も外の専門家ではありませんから、我々の外について語りで、それに対して来場者も語り、お互いにこう語る交流の場という形で、我々も勉強になるし区民のことも知っていただくということで、区民の交流の場として私非常に良かったんじゃないかと。いよいよオープンする森外記念館、11月1日からは開館記念特別展150年目の外、館長楼から始まるがスタートします。お楽しみに。